通勤客の方はだいぶ降りてくるんですね。はい、街を良くすると細谷秀明でございます。日時はですね、2020年2月の、今日はですね、6日ですかね。6日ですね、今日は。はい、2020年2月の6日でございます。深夜早朝未明なんですけども、ですね、最近私がやってますですね、青梅市の、町の衰退とかですね、青梅市のね、青梅市にある企業の撤退 などをね、テーマにしてやってるんですが、今ここ撮影しているところなんですけども、青梅市のですね、JR 加部駅南口にある八坂さんですね、加部南口店なんですけども、私がですね、去年のですね、2019年の4月の統一選挙でもですね、お話ししていた八坂さんの撤退のね、ことについてね、お話ししていたんですけども、あれからですね、まだ今現在、このね、2020年2月になってもですね、八坂さんの撤退したね、建物の中にある、建物の中にあるって言うとおかしいですね、建物、テナントね、まだ入らないんですね。もうね、八坂さんがね、撤退してからもう 2年、もう3年近くなるのかな。それでもですね、立地条件はね、すごくいいんですけれども、まあ、あの横にはですね、24時間のセブンイレブンさんなんかもあるんですけれども、それでもね、八坂さん、このね、いい立地条件なんですけども、駐車場もね、止められるスペースもあるんですけども、それでもね、テナントが入らない状態でございます。青梅市のね、町づくりだとかなんとかね、言っている、現職のね、議員さんとか、その他のね、まあそのね、まあ、取り巻きの方もね、おらっしゃいますけれども、一向にですね、町づくり、青梅市の町づくり進んでおりません。逆にですね、撤退する企業とかね、商店さん、まあ個人事業主さんとかね、辞めちゃう方がね、ものすごく多いでございます。これはね、至急何とかしなければいけない状況だと思います。街を良くすると細谷秀明でございました。現場からは以上でございます。通勤客の方はだいぶ降りてくるんですね。